マイク・モーガンは、テキサス州ダラス出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のシアトル・シーホークスに所属している。ポジションはラインバッカー。高校時代の2004年には98タックル、18サック、7ファンブルフォース。最終学年の2005年には203タックル、10サックを挙げた。USC に進学した彼は2006年をレッドシャツで過ごした。 2007年は控え選手及びスペシャルチームとして12試合に出場し9タックルを挙げた。2008年も控え選手、スペシャルチームでプレーし12試合で22タックル、1サックを挙げた。2009年、最初の9試合でストロングサイドラインバッカーとして先発出場、その後は控え選手としてパスシチュエーションで起用され13試合で50タックル、4サックを挙げた。 大学時代50試合に出場し、139タックル5.5サックを挙げた。2011年の NFL ドラフトでは指名されなかったものの、7月26日にドラフト外フリーエージェントで大学時代のラインバッカーコーチである、ケンロートン・ジュニアがアシスタントコーチを務めるシアトル・シー・ホークスと契約を結んだ。2012年11月11日の ニューヨークジェッツ戦で初先発を果たした。この試合の後半に彼とカムチャンセラーはショングリーンにヒット、グリーンは退場した。ありがとうございます。